ちは。こんにちは。こんにちは。あ、カファーです。西江です。吉田です。吉田です。吉田さんです。元気ですか？元気。今日は、じゃあ、ペットについて。ペット、何飼ってる？トイプードル。トイプードル飼ってるの？おいしい。吉田ミニチュア。そうか。違う。トイプードルミニチュア。そうか。カファちゃんは？私、カメレオンと、結構、さあ、あなた何買う？何買ってる？結構がオスだと思ってたらメスだったんだけど、卵産まそうかなと思ってるから、卵産んだらさ、買う？いらない？いる？買う？そう、結構カメレオンでしょ？育て方が難しい。カメレオンじゃないよ、結構だよ、結構。違うんだ、トカゲ、あ、ヤモリ。あー、ヤモリね。家の壁に入りづらすぎる。そうご飯も冷凍なんだ。冷凍じゃない、練りですか。どうどう、多分ね、2つずつ産むから、結構コンスタンスにね、うまくいけば産むと思うんだよね。あなたもどうですか？そう、どう？あなたトムだよ、トム。あ、トム、でもトムじゃないとき、ごめん。私たちの頭の中ではそうなんだけどね。あ、見てるけどね。あなたね、合わない？買えたら買ってみたいけど、難しそう。ハードルが高そう。まあ、用意するものがね。でもまあ、多分用意しちゃえば簡単なんだろうけどね。ペレットとか、あとモモンガ飼いたい。モモンガ可愛いよ。可愛いよ。ポケットに入れて。モモンガ。飛ぶ。でもさ、私も飼おうと思ってね、ちょっと調べたけど、飛びながらさ、そう。それ大変じゃない？でも毎回じゃないでしょ。あ、そうなの？飛ぶたんびにじゃない？飛ぶたんびにじゃないでしょ。なんか催しちゃう時があるんだ。あ、そういうことなんだ。あと匂いつけるの、それで。そうね。自分の。それでも欲しい？でも犬だって最初おしっこをうんこ撒き散らす家で。みんなそうじゃん。みんな匂いつけたい自分の。そっか。なんかどうする？どうする？フェネックはあるか。フェネック。フェネック。ちゃんも買おうとしてたよね。欲しい。50万。欲しいよね。もっとするよ。血統書付きのやつは100万か。病院がね。すっごい早いよ、ジャンピング見たことない。ジャンピング見たことない。キツネだね。そんな感じで、まあ、だから私生まれたらひとまず報告するね。待ってるから報告するね。